ちゃ、こんにちは。ソフトバンクはお金があります。それはあるよ。はい、オスナ、はい、来期も残留、 NPB 史上最大級の4年40億規模で超大型契約。まあね、年間10億でしょ。なんです、すごい。まあな、夢があるよな。夢とか、いやだから、オスナ投手、そのシーズン終わってから SNS のアイコンをソフトバンクのまず外してて、さらに、ま、メジャーが元いた球団に戻りたいっていう話だったよな。そう言ってたんですよ。まあ金だよ。そうか、そりゃそうでしょ。そうか、そうですよね。いや、そしたらお前、仮にだよ、元いる球団が、うん、じゃあ20億だったら出せるよって、4年でって、うん、その倍出すって言ったらどっち行く？残る。倍はでかいぞ。そうだ、20億ですよ。残りますよ。残るでしょ。はい。で、メジャーがこれだけの契約をオスナにしてくれるかっていうとさ、そうですね、多分してくれないんじゃないかな。これやっぱソフトバンクで日本の球団だったからっていうのももちろん、ね、まあもうそろそうだよね、うん、で、国久保監督もとにかくオスナ投手は必要な戦力っていうことで、いや、そりゃそうだよな。はい、もう何としてでも残留っていうのは思ってたんで、まあね、ここに来てすごい破格だなって、だって日本での通算防御率が 1.ないんじゃないの。0.いくつだと思う。そりゃそうですね。そりゃそうだよ。そうなりますよね。そりゃそうなるよ。そりゃ残ってほしいよ。勝ちゲームを必ず勝ちゲームにしてくれるんだから。ですよね、うん、まあそこでひっくり返ったらな、チームの勢いもなくなるしさ、はい、でもそのチームの勢いをしっかりね、残したまま次の日に入れるっていうのは、はい、まあ大きな戦力だよな。そうですよね、うん、まあ本当にオスナ投手を残念、ただ1イニングでな。いや、そういや、そうなんです。1イニングで毎日1イニングっていうわけじゃない。じゃあ、まあ、半分、半分も投げないじゃない。はい、まあ半、まあ投げないな、うん、投げても5分の3 5分の3だよ。それが1イニングだよ。そうです、1イニング換算っていくらなんだろうって考えちゃうんですよね。ああ、すごいな。すごいですね。いいな、野球選手っていいですね。俺も次は再ピッチャーに生まれたいね。次は速球派のですよね。まあな、まあ、いや、で、まあもうね、来シーズンに向けて国久保、ソフトバンクがもうね、はい、優勝に向けて、まあ、オスナ投手の残留というところで走り出してますけれども、この秋のキャンプでもそれに向けて国久保メソッドなるものを打ち出して、はい、これを選手たちに浸透させています、はい、国久保監督、これを守らない限りはホークスの一員ではない、走塁メソッドを徹底へということで、はい、秋季キャンプの走塁練習、はい、これに関してこれを守らない限りはホークスの一員ではないということで、タイマン走塁の防止や、はい、ホームへの走塁など細かいルールを定めたと、はい、例えばなんですけれども、送球が来ていなくてもホームまでは同じスピードで駆け抜ける、はい、それからホームベースにはまっすぐ入る、まあ、これはコリジョンルールのこともあると思うんですけれども、そういったことプラスアルファ非常に細かいことまで何か走塁のメソッドを打ち出したようなんですけれども、うん、これは豊さんどういうふうに考えますか。まあ基本だな、うん、だからグラウンドにいる以上、はい、塁上にいる、まあ、バッターランナーになる、うん、そういう選手たちっていうのは、はい、プレーが完結するまで全力で行わなきゃいけないっていうことなんだよ、うん、結局ね、はい、だから、まあ、例えばあーホームにボールが戻ってきたらちょっと抜く、うん、そういうこともダメだと、はい、まあ、そういう意識づけだよね、癖づけというかさ。だから今年何回かあったでしょ、例えば、タッチアップしたんだけど後ろのランナーがアウトになって得点認められないとかさ、はい、だからそういうことの防止にもつながるし、あとは意識はやっぱランナーっていうのは、まあ、常に全力でなきゃいけないというね、まあ、そういうことはもう基本中の基本であってさ、まあ、今までそれができてなかったっていうことなんだろうね。でこれはそのもちろん1軍だけじゃなくて1軍から4軍すべて同じ管理 でプリントを渡したそうなんですよ、その走塁メソッド、はい、でこれを1軍から4軍のすべての選手が徹底してやるという、はい、その徹底というか、まあ、1軍だけじゃなくっていうところ、まあ、そりゃそうだよね。やっぱ上がってきていきなりはできないからさ、はい、それはやっぱこう浸透させないとさ、はい、全軍に。そうですよね、1軍2軍というか、まあ、じゃないとやっぱ上がってきてもいや全力プレーができてないのも使えるかっていうことになるからさ、うん、そういう意味ではいいことだよね。そうですね、うん、でもこれ逆を言うとその豊さんの時代、まあ、国保さんの時もそうですけど、そういう時ってこういう走塁っていうのは怠るとか怠慢っていうのはなかったんですか。いや、あるよそれ。
それはね、人によってあるよ。ただね、ただね、もう完全にファーストゴロ、はい、ね、もうベースの横で取られた、うん、こんなやって顔こんなくしゃくしゃになって全力疾走しないよ。しないですよね。だって踏みは終わりなのに、うん、まあだけどそれも含めて、はい、いかなる時もそういう癖づけだよね、うん、まあそういうことは大事だと思う。ただね、ベテランになってくるとね、もうこれアウトだなっていうのを読みがあるからね、はい、だから抜いちゃう時はあるよね。まあ、そういうのあるんですね。いや、それ誰でもあるよ。誰でもあるけど、それは許さないということでしょ。そういうことです。でもね、1年間ね、本当に全力疾走してたら、うん、そういうふうに、やっぱこう、体力もつくし、はい、こう足っていうのが動いてくるようになるよ、うんうん、だから悪いことでは全然ない。あとそのホームベースにまっすぐ入る、はい、このコリジョンルールでキャッチャーが走者の進路を塞ぐことができない、うん、その上でまっすぐ入るのが一番いい、横に滑ってこう横手でタッチするのは禁止ということで、最短距離の走塁を徹底させる、まあ、最短距離はねそうだけども、キャッチャーの取る位置によって回り込んだ方がセーフの確率が上がるっていう、まっすぐ行くとタッチしやすいんだよ。逆にそうなの、逆にタッチしやすい、はい、だからそれはケースバイケースでやっぱり柔軟に考えておいた方がいいよ。基本はまっすぐ来いっていうことで、はい、ただこれ横に滑って横手でタッチするの禁止っていうふうに練習でやってしまうと、あのね、これ動画でも上げたんだけど、うん、今メジャーではベースからちょっとそれたところにボールを投げるようになってんだよね、うん、はい、これはなぜかというと、もうね、リクエストだとかそういうのがあるとやっぱね、ベース上でタッチしようとすると遅れるんだよ、タッチが、はい、ね、でもまっすぐ来られるとタッチしやすいんだよ、うん、あ、そういう、分かる。だからちょっとそれてまっすぐ入ってきてもらってあえて、うんうん、それでタッチしてアウトにするっていう、そう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 、いやだからそれは回り込んだ方がいい時もあるよ。これはね、その選手の持ってるセンスでかわさなきゃいけないとか、はい、瞬時に判断をして横に滑って、うん、手で払うような感じでタッチする選手も出てくると思うよ、うん、これをどうするんだろうね。そうですよね、だからまっすぐは基本であって、はい、まあ、そこら辺の柔軟性は多少持っといた方がいいのかなっていうふうには思うけどね、あまりにもそのバカ正直に行くとアウトが増えたりとかする可能性もあるよね。そうですね。でも基本はまっすぐだよ絶対、うんうん、その方が最短で行けるからね、はい、うん、だからそれはそれ、うん、でやっぱり走塁メソッドっていう打ち出したっていうことは、はい、コーチとかでもやっぱ走塁の例えばスペシャリストだったりとかにちょっとお呼びしてとか、そういうこともだから、まあこれは国語監督が吉子さんがコーチの時に口酸っぱく言われてて、はい、で選手の時は何言ってんだよみたいな、うん、まあ、そういうことがあったっていうふうには聞いたんだよね、はい、うんうん、まあ、それだったらもう一回吉子さんを呼んで臨時コーチかなんかに、はい、もう一回徹底した方がメソッドとしたら確立はされると思う。そうですよね、うん、より強固なものになります。もう吉子さん内股で行くからさそうですね、いやいや、ほんとフォルムで揺れながら、フォルムで分かりますね。もう外野手では絶対できないから、フォアってボールが揺れちゃうからそうですよねそうそうそういや、だから吉子さんを呼んで、はい、メソッドをちゃんとしっかり吉子さんと作った方が俺は正しいものができると思う、うん、だから吉子さんもコーチの時、国防監督が選手の時、はい、意味が違って伝わってる可能性もあるから、あ、まあそこら辺は吉子さんに電話とかはして聞いてるかもわからないけども、うん、一回コーチとして呼んで、それが確立した方が、悪いことやってるわけじゃないから、はい、いいことやろうとしてるわけだから、より精度のいいものを作り上げてほしいなっていうふうには思うけどね。そうですよね、まあ、ソフトバンクっていうと、まあ、あの大英の時代からもそうですけど、やっぱりこの打ち勝つというか、そうなんだよね、そういうイメージがあった中でこの走塁の貴重さを国保監督が解いてきたっていうのが、なんでだと今走塁しないと勝てないってことですか。走塁しないと、あの足を使わないとなかなか得点がピッチャーから、そうそうそう、やっぱね、いいピッチャーが増えたから、うん、やっぱ足を絡めてちょっとの隙でも前行くっていうね、うん、まあそういう着目点はいいよね。そうですよね、うん、着目してるところは素晴らしいと思うし、うん、だからこれがこうなんか中途半端にならないように、はい、まあ吉子さんって本当スペシャリストだから、あの走塁のね、はい、俺もなんかすごく勉強になることもたくさんあるし、うん、俺も吉川さんと走塁の話っていうのは本当詰めて話をしてみたいっていう、もうそのぐらいの人だから、はい、だから吉川さんに一回来てもらって、うん、
ね、鷹のチャーハンぐらい持ってきてくれると思う差し入れ差し入れ鷹だけにソフトバンク鷹だけに、うん、あのサバも入ってるけどねサバも入ってるんですね。いやでもねこれでまたねこの秋季キャンプそして来年の春のキャンプで足というところが使えるようになってくれば、ね、ソフトバンク来シーズンまたね使える選手も多いんだよ、うんうん、だからそれはなんかすごく武器になると思うなソフトバンクの。そうですね、うん、だからぜひやってほしいと思うし、はい、まあポンちゃんもうまいからね近藤選手ポンちゃん、あ、ポンちゃん、本田ちゃん、あ、本田コーチですね、はい、コーチ、コーチもうまいけどね、うん、まあコーチも例えば吉彦さんより深く考えてるかというとさ、うん、まあわかんないけど、うんうん、だけどポンちゃんもこれからコーチとしてやっていく上ですごく勉強になるような気もするよ、うん、あ、じゃあもうぜひ吉彦さんをもう内股で呼んでください内股で呼んでくださいパテイクは絶対グッドあーとか言う歌かーとか言ってそれは変わらないんですね。それは変わらない。いいか、こうやってリードするんだよみたいな。そんな感じで来るから。そんな感じで来る。もう吉彦さん本当に熱い人だから、はい、だからソウルに関しては本当ピカイチの人かもからな。だいわゆるその走塁の本家本元のスペシャリストですよね。いやだからその考え方とか、うんうん、だから一回呼んでくださいよ。ぜひぜひお願いします。ね